皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座は、その症状弦の寿命かもしれませんよというお話をお送りします。ウクレレの弦っていうのの寿命っていうのは分かりづらいんですね。アコースティックギター、エレキギターのような鉄弦、スティール弦と言われるものなんですけど、これはもう古くなって交換時期が近づいてくると丸っこい音、ギラギラした音が全くなくなってくるので、交換時期が分かりやすいんですが、ウクレレというのは分かりづらいんですね。ただ、その中でも症状が出てきます。どういう症状かと言いますと、チューニングが合いづらくなりますね。合わせてるんですけども、弾いたらなんか気持ち悪いとか、弾いてるうちにすぐチューニングが来る。まあ、もともとウクレレの弦っていうのは、気温によってチューニング狂ってくるものなんですけど、いつも以上に合いづらいな、合わないな、合わせてんのに弾いたらなんかおかしいな、これはもう大体寿命が近づいてますね。特にローコードで弾いたらいいけど、この辺のハイポジションの行った時になんか音が変、これいつも変なウクレレの場合は、それはもうウクレレ自体だと思うんですけど、いつもよりもなんかおかしい気がするっていうのは、もう弦自体が下手ってる場合が多いですね。そういう場合は速やかに新しい弦に交換してください。はい。で、今の弦がものすごく気に入ってる方はそのまま同じ弦に変えていただくといいんですが、新しい弦、違う種類の弦を張り替えてみると、また新たな音が発見できて、いいかもしれないですよね。まあ、そのチューニングがずれてくる以外にもう一つ、フロロカーボンによくあるんですけども、色が白濁してくる。フロロカーボンのブラックのオルカスじゃ分かりづらいんですけども、クリアーのフロロカーボン、これってなんか白くなってきたり、ちょっとささくれてきたりする、こうなってくるともう間もなく切れますよのサインですので、速やかに交換するといいと思います。明日練習会、ライブがあるなんて演奏をする時があるっていう時に変えてしまうと、その肝心の練習会とかコンサートとかでチューニングが狂っていきますので、ちょっと早めに交換してあげるのがいいですよね。はい。伸びてチューニングが安定するまで5日から1週間ぐらいかかりますので、まあそれぐらい前に、コンサートとか重要な何かがある前に交換してもらうといいと思いますよ。はい。それからもう一つ、この弦をこうやって触っていただくと、この裏側、弦の裏側がボコ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 フレットに当たって擦れてボコボコしてくるんですけど、これがあまりひどくなってきますと、これも弦交換していただくといいと思います。はい。その弦の交換時期はいろいろ言われたりもしますよね。2ヶ月に1回、3ヶ月に1回交換してくださいね。これはですね、弾く頻度によってだと BJ は考えます。弾かないウクレレを2ヶ月3ヶ月で交換するのはもったいないですね。はい。そういうのではなくて、ある程度弾いたら交換するというふうに考えておいてもらうのがいいと思います。 BJ も、メインでバリバリ弾いてるウクレレは1ヶ月に1回ぐらいのペースで交換してますが、それ以外のウクレレは5年前の弦が貼ってあったり、中には10年前の弦が貼ってあったるものもあります。はい。それは弾いてないからそのままなだけですけども、まあ弾かなければあんまり劣化も進まないと、思います。素材にもよるんですけど、あと管理状況にもよると思うんですが、大体そんな感じでアバウトに考えといていただいても、そんなに簡単に切れるもんではないですから。チューニング失敗して巻きすぎて切ったっていうことはあるんですが、通常傷つけない場合はそれほど切れたりするものではありません。なんか音がこもってきたなって言っても、これ交換時期です。なんかそういう変化がない場合はそのまま使っといてもらってもいいと思います。ただ5年前の弦です。もうこれは交換した方が、すっきりとして綺麗な音に生まれ変わるかと思います。はい。ということで DJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。暗い夜空に一つの星が昇ってくる。寂しい心にどこからか光が差してきた。帰るうちはありますか。暖かい日が灯る家。